長谷川良平は愛知県半田市出身のプロ野球選手、コーチ、監督、解説者、評論家。黎明期の広島カープを代表する投手であり、身長167センチメートルという、野球選手としては小柄な体格から、小さな大投手の異名を取り、通算197勝を記録した。愛知県半田商工学校卒業後、安田商店、安田繊維、 神殿建設、第一繊維など4つのノンプロチームを渡り歩く。1949年末に設立された、広島カープの石本周一監督が、選手集めをしていたところへ、広島への入団が決まっていた内藤光造が、神殿建設時代の監督、横沢七郎経由で聞いた、長谷川の噂を石本へ伝えたところ、1950年1月に、 長谷川は広島の入団テストを受けることになる。同年1月21日に石本の見守る中でシートバッティングの投手を務めるが、得意のシュートを連投して何人かのベテラン選手のバットをへし折り、入団が決まった。同日中に入団契約し、契約金は30万円、月給は2万5千円であった。1年目は初登板から6連敗の後、 4月27日の西日本戦で初勝利を挙げると5月14日と同17日の西日本戦で立て続けに勝ち、特に17日は初完封を記録したこともあってパイレーツゴロシと呼ばれた。結局この年、新人ながらいきなりチームトップの15勝を挙げる。百五十一年はチーム全体の勝利数十二勝の半数を超える十七勝を、 記録し、オールスターゲームにも初出場する。同年12月に新たに導入された統一契約書が印刷の遅れにより、期限の12月15日までに当時帰郷していた長谷川の元に届かなかったため、石本監督は長谷川ら主力選手たちに取り急ぎ口頭で契約の意思を伝えていた。長谷川は郷里で出身地愛知県に本拠地を置く。 名古屋ドラゴンズの選手たちと軟式野球を楽しんでいた際に統一契約書が届いていないと軽い気持ちで話す。その後、長谷川に統一契約書が届いておらず、保留選手だったことを名古屋球団が把握して、広島球団の統一契約書違反を口実に、長谷川獲得に乗り出し、同月25日に長谷川も移籍を希望する声明を発表。長谷川は、 前年に父を亡くし、上の姉も結婚したことから、下の姉が老母の面倒を見ていたため、後取りとして故郷に帰りたいと考えて、名古屋への移籍を望んでいた。また、当初は移籍騒動が大きくこじれることは想像して、おらず、望むチームに行きたいといえば、球団同士で簡単に話がつくだろう、程度にしか考えていなかった。 これに対し石本は1952年1月10日にセリーグ理事長でもある名古屋球団代表中村三五郎が長谷川を操っていると名指しで避難声明を出す。同14日には中村と広島球団代表川口豪との会談の結果中村は表向き長谷川獲得を断念すると意思表明したほか26日にはセリーグ代表者会議で リーグ内での選手の遺跡は、球団代表者間の円満な話し合い以外認めないとの決議もされたが、問題は一向に収集しなかった。なお、当時は、名古屋が小林常夫をトレードで獲得して、広島以上とし、その見返りに長谷川を獲得するという三角トレードの密約や、金銭の授受に関する噂も流れていたという。この間、 新聞各紙は長谷川を批判する論調の記事を多数掲載したが、特に巨人の親会社が発行する読売新聞は名古屋に長谷川が加入することを恐れ、必要に新聞紙上で名古屋球団と長谷川を非難した。長谷川は名古屋球団にかくまわれて、広島球団関係者と会わないよう各地を点々としていたほか、阪神タイガース監督の松井健次郎や、 交友のあった国鉄スワローズのエース金田、小一からも直接遺跡の誘いを受けていた。長谷川は当時阪神に在籍していた藤村文夫の大ファンで、祭から勧誘を受けた際には、藤村の援護を受けて投げられることを想像して、期待していたという。広島側は長谷川を遺留するべく市内の繁華街で、割烹旅館、キャバレーを経営する一方、選手たちからも信頼が厚く、 長谷川からは、広島のお母さんと慕われていた、森田よ子に依頼して、長谷川を説得させる。森田は、長谷川を名古屋に取られたらカープの危機だから阻止しなければ、ならないと何度も、広島と名古屋を往復して、名古屋球団側とも交渉。この際、広島だと、長谷川は、安い給料で国使される立場だと主張する名古屋に、対し、森田は、長谷川は、 広島だからエースでいられる。名古屋に移籍すると、杉下茂、近藤貞夫の次の立場だと反論するなどし、最終的に名古屋側を折れさせた。結局、移籍騒動は3ヶ月間にも及んだが、1952年2月11日には、鈴木隆二セリーグ会長が、広島球団の承諾なくして、他球団への移籍は認めないとの裁定を下す。これは、 プロ野球史上初のコミッショナー裁定で、長谷川側はこれを不服として、コミッショナーに提訴した。しかし、当初こそ、名古屋移籍を希望していた、長谷川も徐々に憔悴し、広島に帰りたい。名古屋には手を引いてほしいと考えるようになり、3月10日には、福井森田コミッショナーが、統一契約書の存在意義は、選手の引き抜きを防ぐためであり、球団間の審議に反すると、 長谷川側の提訴を却下した。このコミッショナー最低により長谷川は広島への残留が決定し、事態は収束した。1952年の開幕戦前日に広島駅に降り立った長谷川は出迎えてくれたファンの大歓声を受け、駅前の矢倉でファンに謝罪の挨拶をした上で、俺はカープ一筋に生きる。カープのためなら腕が折れてもいいと決意を固めた。 松永育子は、この一連の遺跡騒動と1978年の江川事件を対比して強い類似性を指摘している。1952年は、春先の遺跡騒動のためにシーズンを迎えるための準備が不十分だったことから、開幕投手を新人の大田垣義雄に譲ったが、その後も調子が上がらず11勝に終わる。1953年になると、2年目を迎えて力を、 つけてきた大高木がエースという周囲の声に発奮し、勝ち星を重ねる。17勝まで勝ち星を伸ばすが、夏の北海道遠征で、キル位置に足を捻挫し、これが思いのほか重傷で、しばらく勝ち星から遠ざかる。巨人戦で40日ぶりに18勝目を挙げると、閉幕までに2勝を重ね、初の20勝を達成。防御率もリーグ7位の2.66を記録した。 1954年は20勝には届かず18勝に終わるが防御率は1.82とリーグ4位につけた。最盛期は1955年で開幕前のセリーグトーナメント大会で優勝して MVP を獲得すると太陽ホエールズとの開幕戦にも勝利し初の開幕戦勝利を飾る。その後も順調に勝ち星を重ね、 10月20日の中日ドラゴンズとの最終戦で30勝目を挙げ、巨人の大友匠と並んで最多勝利のタイトルを獲得した。防御率もキャリアハイの1.69でリーグ4位に入る。30勝のうち13勝を再開の対応から荒稼ぎし、負け数はわずか1であった。またこの年、8月21日の大半審戦で通算100勝を達成している。 その後も、1956年22勝、1957年21勝と、3年連続20勝で入団から8年連続の2桁勝利を記録する。なお、1957年までの8年間で、チーム全体の勝ち星の4割以上を1人で挙げた。この間の1956年6月24日の阪神戦では、藤村文夫に、 代打逆転サヨナラ万類本塁打を浴び、翌1957年7月24日の広島市民球場の小倉落としの試合に先発登板している。1958年は肩を故障し9勝に終わり、以降は一度も20勝以上を挙げられなかった。この年のオールスターの第2戦が広島市民球場で開催された際、長谷川は肩2で、 投球練習もできない状態の中で麻酔を打って強行登板するが、わずか9球でノックアウトされている。肩を痛めたこともあったが、1958年以降、成績を落としたのは、広島市民球場の完成も影響したと言われる。それまでの広島総合球場は、左翼側へ風が吹いていたが、右打者が長谷川のシュートを狙い打っても詰まらせることができたため、問題なかった。 しかし、新しい広島市民球場は、左打者に有利な右翼側に風が吹いていたことから、右投げの長谷川には不利であった。長谷川は、中堅と保守の位置を逆にすべきではないかと意見したこともあったが、市電が走っている電車通りの方を、保守側から中堅側に変更すると、高いフェンスを設置する必要があり、市の美観を損なうとして断られた。これにより、 長谷川はちょっと撃たれると、今日はシュートが悪いかもしれないと、途端に自分の武器に自信を失ってしまうなど、技術的なことよりも精神面で影響を受けてしまったという。長谷川自身に3年遅く市民球場ができていたなら、200勝は確実にしていたのではないかと思いますと語っている。1959年6月24日には、太陽戦で完投したことで、 NPB 史上7人目の通算200試合関東を達成したほか、1960年6月18日の国鉄戦で通算500試合登板を達成した。その後はリリーフに回り、引き続き投手陣の主軸として活躍する。高知県人となった1963年限りで現役を引退。 通算197勝は北別府学に抜かれるまでは9段記録であった。なお、迷宮会入りの条件とされる200勝に史上最も近い勝ち星で引退した投手でもある。長谷川自身が引退を確信した2つのシーンがあったという。1965年3月7日に引退記念表彰式が行われた。1964年からは、 広島の一軍投資コーチ専任となり、一年目の森川拓郎、西川勝弘、兄や総八を指導。1965年途中からは白石勝美の後を受けて監督を務め、1966年には正式に就任。初代監督の石本周一をヘッドコーチに招聘し、初代スコアラーの河本徳三を公認の一軍投資コーチに抜擢。 補強に頼らない戦力の2割アップを掲げ、大味な野球からの脱却を目指した。この年は5月に3週間首位に立ち、6月にも再び首位に返り咲くなどファンを期待させた。9月までは優勝の巨人に大差をつけられながらも3位と奮闘し、球団初の A クラス入りは目前であったが、主力打者の故障などが相次ぎ後半戦に連敗が多くなる。 終盤の10連敗が影響して、終始、B クラスの半身に抜かれ、最後は借金返済どころか、借金16の4位でシーズンを終えた。投手陣では、前年のヒットノーランの外、木場義郎が伸び悩んだものの、池田秀俊や兄やなどは、それなりの成績を収めた。打撃陣でも、小畑氏が自慢の足で走りまくり、大っき夫や藤博といった強打者たちもそれなりの、 成績を収めた。この年後に黄金時代の一翼を担い、1978年に首位打者を獲得する水谷実をが入団するが、腎臓病のため一軍出場もなかった。1967年は近鉄から根本むつを参謀役に招いたが、出足からつまずく。4月は、まずまずの滑り出しも6月中旬から再開に、 定着すると、8月以降は再開が確定し、優勝の巨人に37ゲームを、2位の中日に25ゲーム差をつけられた。結局1963年以来4年ぶりの再開となり、そのままシーズンを終えた。投手陣では、大石清との大石トレードで半球からやってきた大石八太郎が10勝を挙げて、投手陣の柱となり、 白石静雄もそれなりの成績を収めるなど奮闘した。打撃陣では、沖津や大和田明、小馬などが奮闘したが、甲府調の波が激しかった。同年退任。広島退団後は、中日の一軍投手コーチ、二軍投手コーチを歴任。中日退団後は、RCC 解説者を経て、広島に復帰して一軍投手コーチヘッドコーチを務めた。 1975年からは、広島市中区を拠点に、RCC 解説者、日刊スポーツ評論家として、長きにわたって活躍し、1983年には、広島の春季キャンプに、臨時コーチとして招聘され、3年目の川口和久に、コントロールを意識した、ノーワインドアップ投法ではなく、入団時のワインドアップ投法に戻すように指示、 ノーワインドアップだと状態に頼りすぎ、肩、肘を痛める。請求難は気にせず荒れ玉は味方にすれば良いという助言もし、川口はそれが転機となり、同年から先発ローテーション投手として一軍に定着。1995年に解説業を退いた後は、球界から遠ざかり、ごくたまに広島ローカルのテレビ番組で顔を見せる以外、 公の場に姿を現すことはなかった。2001年に野球殿堂入り、2006年7月29日に肺炎のため広島市内の病院で死去、76歳を打つ。なお、この日、広島市民球場で行われた広島対横浜ベイスターズ戦において、長谷川の生前の功績を忍び、両軍選手によって試合前に黙祷が捧げられた。サイドスローで、 投げた直後に跳ね上がるような投球フォームからのストレートとシュートボールは威力抜群で同期のテスト制で仲が良くしばしばバッテリーを組んでいた。長谷部みは長谷川の投球を長く受け続けて左手の人差し指にいくつもヒビが入り、ある時には補給のたびに皮膚の裏側から血が噴き出したこともあったという。特にシュートについてはあまりの変化の鋭さに 相手打者のバットがへし折られることが再三あった。実際に一試合でバットを三本折られた打者がいて、試合後は慌てて頼むからシュートを投げないでくれ。バット台がかかってしようがないと真顔で頼み込んできたという逸話が残されている。通常のシュートは肩から肘から指先の連携動作を使って投げるが、長谷川は投球時に体を横に回転し、 体の左側に壁を作って、ステップする瞬間に腰をひねることによって、ボールにシュート回転を与える下半身を使って投げる投法だった。そのおかげで、シュートを大投げしても肘痛になることはなかったという。多彩な変化球を操ると言われたが、実際の球種はストレートと速い、遅い2種類のカーブ、重横2種類のシュートボールで、これらをかみ手、横手、 下手から投げ分けていた。普段の生活では健康面や体の手入れを重要視した。右肩を大事にして、列車の座席では必ず左肩の方を窓際に寄せた。寝る時は右肩に布を当てて、冷えるのを防いだ。どんな暑い夜でも扇風機はもちろん、窓を開けて寝ることを避けた。銅部屋の選手が暑さに溜まりかねて起きても、長谷川は寝入っていたという。 酒は嫌いだったこともあるが、ひいきや同僚から、どんなに勧められても断り、相手の感情を害しようが決して飲まなかったため、キャバレーで、失礼な態度だとブランデーを投げかけられ、球団ライブで問題になったこともあった。なお、当時可愛がってもらっていた力道山が、同席していても、堅くクに拒否し、そのうち力道山も理解したのか、酒を勧めなくなったとされる。 もともと酒が苦手な上に、貧しい実家に送金する必要から、余分な出費を嫌って、主席を避けるようになったことや、長谷川自身も自分が懸命に投げているのに、負けても遊びに行ったり麻雀をするばかりで練習しない、彼らの姿に我慢できなかったことで、チームメイトとはあまり仲が良くなかった。だが、そのような態度が、周りと圧力を生み、特に主号の竹千をさむにはよくいじめられ、 わざとエラーされたり村八部にされた頃もあった。友人は、保守の長谷部実のら数人しかいなかった。その長谷部とは2001年5月1日に放映された、プロジェクト X、挑戦者たち史上最大の集金作戦、広島カープ市民とナインの熱い日々からで共に、ゲスト出演。当時71歳ながら、NHK のスタジオ内で長谷部とキャッチボールをして、 見事なコントロールぶりを披露した。また、プロジェクト X、挑戦者たちからでは、球団の資金難を克服するべく選手たちと共に、広島県内の劇場を回り、湯島の白梅を歌って、資金調達に奔走したことを明かしている。尊敬する選手は、巨人の川上哲二と阪神の藤村文夫で、長谷川自身この二人との対決を何よりも楽しみに、していた。 巨人戦で川上を見逃しの三振に打ち取ったとき、直後の座談会で、川上から、長谷これでわしと同格やな、と声をかけられ、長谷川は、何言うてますかわしには大きな宝じゃ、と感激の言葉を述べた。阪神戦では、長谷川に手を焼いた藤村が、スクイーズバントを試みたことに、後年、あの藤村さんがね、わしを見て、うてんと見てやったんかいな。 と述べている。ただし、藤村には、代打逆転サヨナラ満塁本塁打を打たれており、これには、ちょっと悔しかった藤村さんには、わし、ファンやし、尊敬してるからわざと打たしたわけじゃないんじゃがと複雑な、強中を述べている。入団時の監督であった、石本修一から非常に可愛がられており、遺跡問題の際も、石本は、若い長谷川の心をたぶらかしたと名古屋球団を、 悪者にして、長谷川を擁護した。また、石本の自宅によく呼びつけられて、下半身を鍛えるための練習や、投球時の足の蹴り方を徹底的に教え込まれた。友人には、国鉄スワローズのエース金田正一がいる。マウンドでは二人は、ライバルとして投げ合い、大男で正当派左腕の金田と小男で、サイドスロー右腕の長谷川という対照的な量。 エースの対決であったが、同じ愛知県出身、弱小球団の屋台骨を支えるエースとしての、接点から、私生活では、よく連れ立って遊んだ。1951年オフの長谷川の遺跡騒動では、金田は、土屋、わしと熊変化。と強く、スワローズへの遺跡を進めた。2000年の長谷川の野球殿堂入りを、金田は我がことのように喜び、東京の祝賀パーティーは、 もちろん、地元広島の祝賀パーティーにも駆けつけ関係者を感激させた。電動入りが遅すぎる。上の門は何しとる。もっと強いとこいっとったら300勝したかもしれん。今の若いピッチャーは、長谷の爪の赤でも煎じて飲んどけ。との金出せに、長谷川は金は給油というより給油じゃ。と喜んだ。また、2001年1月の野球電動入りの、 セレモニーでは本人の希望で金田正一と小山正明を左右に真中に立って記念写真を撮っている。大男両名に挟まれる形になって長谷川の小柄さが目立ってしまうのだが僕は小さいからこの体でようあれだけ投げたなと言われる。金田とか小山君とかやって当たり前と思われる。だから僕はこの体ですごく得をしたんじゃ。との理由で あえて選んだ。広島球団においては、長谷川の後に、大田垣吉尾、兄や総八、外木場吉郎、北別府学ぶ笹岡真治、前田健太、大瀬良大地と、漢字三文字生の当主が代々活躍していることから、現在でも三文字の生は、カープのエースの証と言われている。長谷川は、中沢刑事の原案のアニメ映画カットバセ。 ドリーマーズに長谷川は石本周一監督役として出演している。ありがとうございます。